アヘッドステムアヘッドステムスレッドステムステムは自転車の部品の一つ。フロントフォークの上端とハンドルバーの真ん中を繋いでいるパイプ状の部品。ハンドルの動きをフロントフォークを通して前輪に伝える。ステムの形状がフレームとハンドルバーの位置関係を決定している。素材はアルミ合金またはクローム森武伝校が主流であるか、ロードバイクにおいては CFRP を使用したものもある。ベロシペード、ペニーファージングのように初期の自転車はフロントフォークから直接ハンドルにつながっており、いつから現在のステムのような形状になったのかははっきりとは分かってはいない。安全型自転車にもその傾向は見られず、ロードスターになって現在の形状に近くなっていることから基本的に受注生産に近かった。 安全型自転車から大量生産されたロードスターへと時代が変わり、ステムとヘッドパーツの小道が規格化され、ステムがハンドルとフロントフォークから独立した交換できうる部品となった結果、競技用自転車においても個人に合わせて、ステムの長短によって微調整できるようになったものと思われる。ステムには以下の2種類がある。ハンドルバーの固定方法に大差なく、 フロントフォークへの固定方法が大きく異なる。それぞれに専用のフロントフォーク、ヘッドパーツを使用する。クイルステムとも。スレッドステムは伝統的なステムの形態で、2000年頃まではスポーツサイクルでも主流であったが、アヘッドタイプの台頭で数は減った。ただし、現在でも警戒者、実用者や、 トラックレーサーにおいては主流である。ハンドル付近から下へ細長く伸びたステムを、ステアリングコラムに差し込み、ステム頂上のボルトを締めることで、下場の薄が引き上げられ、内側から押し広げて固定される。ハンドルの高さ調整が容易であるが、固定がやや弱いため、マウンテンバイクや BMX の激しい動きには不向き。スレッド式のフロントフォークヘッドパーツに対応する。 ウスには、シャウスと、台形スがあり、シャウスなら、ボルトを緩めるだけでステムは抜けるようになるが、台形スの場合はボルトを緩めてもウスはステムに食い込んで上がったままなので、ボルトをハンマーで叩き、落としてやる必要がある。アヘッドステムスレッドレスステムとも、アヘッドステムは、スレッドステムより、新しい規格である。メンテナンスが容易で、光合成かつ軽量であることから、 登場とともに速やかに普及し、現在ではスポーツ自転車の大部分に採用されている。フレームのヘッドチューブを貫通したステアリングコラムが上に長く伸び、それをステムのクランプ部分で横方向から挟み固定する形態。ハンドルの高さの調整はステムとヘッドパーツの間に挟むスペーサーの厚みを変えることで行う。 スレッドステムとは違い、ステム頂上のボルトはヘッドパーツの玉あたり調整に使用する。アヘッド式のフロントフォークヘッドパーツに対応する。サイズは1インチと1から1、8インチがある。1から1、8インチの規格はオーバーサイズとも呼ばれ、現在のアヘッドステムではこちらが主流になっている。なお、最新のロードバイクの中には、 ステムとドロップハンドルの一体型が出てきている。スレッドステムとアヘッドステムの互換性は基本的にはないが以下のような例外がある。突き出しとライズの異なる様々なスレッドステムステムの形状では突き出しとライズが重要な要素である。この二つがハンドルバーの位置を決定し乗り心地が大きく変わる。車種や競技種目によってある程度の傾向はあるが 体型も考慮して個人に合ったステムを使用する。突き出しとは、ステムの長さのこと。ハンドルとコラムの中心同士をステムに沿って結んだ距離。5 0ト、mm、ルから1 3 0ト、mm、ルの範囲内で、5ト、mm、ル刻みで設定されていることが多い。ステムが長いと、ハンドルを持つ手が、乗り手から遠くなり、前傾姿勢がきつくなる。 結果空気抵抗が減少し高速走行に向くが、コントロール性は悪くなる。逆に短いステムでは、ハンドルバーが体に近くなり、リラックスした姿勢になる。結果ハンドリングがよりダイレクトになるが、そのような状態が起きた姿勢では、効率よく足の筋力を出せず、高速での走行はしにくい。一般的には、ロードバイクなど舗装路での高速走行を目的に、 作られた車種では、長いステムを使用し、マウンテンバイクや BMX など、不正地での走行、あるいは俊敏なコントロール性能を要する車種、およびクロスバイクなど、速度よりもリラックスした姿勢でのコンフォート走行が、目的の車種では、短いステムが好まれる傾向がある。ステムが水平面からどれだけ角度がついているかを示す。起き上がるほどハンドルが体に近く、 高い位置になって楽なポジションに。逆に角度が下がっていくと、ハンドルバーは低く遠く、姿勢も前傾していく。ロードバイクやクロスバイクなど、ハンドル周りにあまり力のかからない車種では、ライズ角を自由に変えられる製品もある。また多くのアヘッドステムは天地をひっくり返して2種類のライズ角で使用できる。クランプとは、ハンドルやコラムなどのパイプをつかむ部分であり、 クランプ径は対応しているパイプの直径。スレッドステムにはコラムクランプはなく、アヘッドステムのコラムクランプ径には1インチと1から1、8インチの2種類があるが、現在では1から1、8インチがほとんどで1インチは珍しい。よって実際にバリエーションがあるのはハンドルクランプ小道である。これは当然ハンドルバーの直径の規格に沿っており、 22.2mm、25.4mm 22.、26.0mm 25.、31.8mm 26. 31.、mm、の4種類ある。1980年代後半から1990年代前半までフロントサスペンションがないマウンテンバイクがまだ主流であった頃リジットフレームで路面からの衝撃を吸収するためにステムにサスペンションが組み込まれていたステムが存在した。 サスペンションの仕組みは、スプリング、エラストマー双方がある。ありがとうございます。